サーローレンス・ヤン・バンデル・ポストは、少なからぬ作品を有する20世紀のアフリカナー著作家であり、農耕者にして、戦争の英雄、イギリス政府首脳人の政治顧問、チャールズ王太子の側近中の側近、王太子の息子ウィリアム王子の大父、教育家、ジャーナリスト、人道主義者、鉄人、探検家、自然保護論者である。バンデル・ポストは、 オレンジ側植民地のフィリポリスにある小さな町で生まれた。ローレンスの父、オランダ出身のクリスティアン・ウィリアム・バンデル・ポストは3歳の時、南アフリカに渡り、後にローレンスの母になる人物と1889年に結婚した。母の名はラミーといいドイツ出身の人物である。 一家は全部で15人になる子供がおり、ローレンスは13番目の子にして、いつおである。クリスティアンは、法律家にして、政治家であり、対イギリス、第二次ボーア戦争を戦った。この第二次ボーア戦争後、家族を伴ってクリスティアンは、ステレンボッシュに逃れた。ローレンスも母の体内であるが、そこで過ごした。一家は1906年、 オレンジ側植民地のフィリポリスに戻り、ここでローレンスは生まれた。ローレンスはその幼少期を、一家の農園で過ごし、かなりの増殖を有する、父の書斎から読書の楽しみを覚えた。1914年夏に、父が亡くなる。1918年、ローレンスは、ブルームフォンテーンのグレーカレッジに入学した。そこで新人な衝撃を受けることになるが、それは、 自分が黒人と分かち合っていた同じ人類であるという感覚を破壊するような教育がされているからであった。1925年研修としてダーバンのザナタルアドバタイザーで働きながらレポーターを務めたのが初めての仕事である。そのザナタルアドバタイザーのローレンスの記事にはダーバンや地元のグラスホッケーチームで示された。 ローレンス自身の業績も含まれている。1926年、他の二人の異議申し立てする作家、ロイ・キャンベルとウィリアム・プルーマーと共に、ボースラグという名の風刺雑誌を刊行した。これは、南アフリカのそれまで以上の人種的な統合を呼びかける雑誌であり、その過激の見解のため3号までで発禁となった。その後、 フルーマーと3ヶ月の休みを取り、東京へ船で向かった。森勝恵が船長を務める、カナダガンという貨物船が日本へ帰国する時のことで、ある。この経験は後年、この二人の作家にそれぞれ本を書かせることになった。1927年、ケープタウンオーケストラを創設した指揮者の娘、マージョリ・エディス・ベントと出会う。イギリスへ旅行に行き、 1928年3月に、同セットのブリッドポートで結婚した。同年12月26日息子が生まれ、ヤン・ローレンスと名付けられた。1929年、ケープタウンの新聞、ケープタイムズで働くため、南アフリカへ戻る。ケープタウンでは、当初、マージョリと私はこれ以上ない、凄まじい困窮のただ中で暮らしていたとローレンスは、日記に残している。 ジェームズ・ヘルツオーク首相と南アフリカ白人優遇政策に反対するボヘミアンや知識人と連携を取り始める。ルツボの南アフリカと題する記事でローレンスは南アフリカの人種問題に対する見解を明確にしたがその中で元からの住民が自分たちと平等になるべきだということを南アフリカの白人はこれまでに意識してそう捉える。 ことをしてこなかったと述べ、地位工場と国内での交わりの過程には絶えず力を注いでいかねばならない。南アフリカの今後の文明開化は、黒色や白色にあるのではなく、茶色であると私は信じるとも予言している。1931年にイギリスへ戻り、アーサー・ウェイリン、J.M. ケインズ、E.M. フォースターや、 バージニアウルフといった人物を含む、ブルームズベリーグループの構成員と友情を築いていった。バージニアとレオナードのウルフ夫妻は出版人で、以前、ウィリアム・プルーマーの仕事を出版しており、バンベル・ポストのウルフ夫妻や、ブルームズベリーグループへの紹介は、このプルーマーの人脈を通じてであった。1934年、ウルフ夫妻は、ホガースプレスの書籍として、 バンベルポストの初めての小説を出版した。このイン・エープロビンスと呼ばれる作品は人種的にそしてイデオロギー的に引き裂かれた南アフリカの悲劇的な結末を描き出している。その後、毎日働く農夫になること、そしてリリアン・バウエス・ライオンの助力があって可能になるのだが、隣人である彼女と共にグロスター・シャーのテッドベリー。 近くの古霊農場を購入することを決心にした。そこでは、牛の世話と、南アフリカ新聞の特派員として、ロンドンを時折訪ねることに時間を割いていた。この時期を、人生上、方向を見失っていた時期だと捉えていたが、方向を見失ったのは、ヨーロッパが戦争へ、ゆっくりと転落していくことの繁栄であるとみなしていた。1936年。 南アフリカへ5回往来していたが、その中で、インガレット・ギフォードに出会い、愛し合うようになった。インガレットは、イギリス人の女優で著述家であり、ローレンスより5歳年上であった。同年、妻マージョリーは2番目の子供、ルチアと名付けられた娘を出産した。1938年、家族を南アフリカへ帰国させた。 第二次世界大戦が1939年に勃発すると、ローレンスはイギリスと南アフリカとの間に、そして新たな愛と元からの家族との間に引き裂かれた自分を見出す。人生が行き詰まって気分が落ち込み、しばしばアルコールに溺れることになる。1940年5月にイギリス陸軍に志願し、1941年1月に、 昇降訓練を満了して、隊員として、情報部隊付けで、東アフリカに派遣された。そこで、ウィンゲート将軍のギーデン隊に着任したが、この部隊は、アビシニアのオーザに、皇帝ハイレセラシエを復帰させるという任務に、当たっていた。ローレンスの部隊は、瞬間な山岳地の中、ラクダ一万戦闘を率いており、ローレンスはこの動物の素晴らしい世話役として、記憶された。 3月に、マラリアで倒れ、回復を期して、パレスチナへ送られる。1942年初頭、日本陸軍が、東南アジアに進行した際、オランダ領東インドの連合軍へ派遣される。これは、ローレンスのオランダ語の能力が変われたためである。自身の証言によれば、特別指令43が下されていた。1942年4月20日、連合軍は、 日本軍に降伏した。これに伴い、最初はスカブミのついでバンドンの捕虜収容所にらわれた。少なからぬ人数の様々な国籍からなる捕虜たちの士気を維持した働きで、バンベルポストは有名になった。他の者たちと一緒になって、基礎的な読み書きから学位程度の授業を伴った。 収容所大学を組織し、また栄養上の必要を補うため収容所農場も組織した。ローレンスはいくらか基礎的な日本語を話せたが、このことは大いに役立った。かつて気落ちして日記にこう記したことがある。この収容所の暮らしで最も過酷なことの一つは、半ば正気を失った理性と人間性が半分暗闇に紛れている。 状態で生きている者たちが権力を握っている中に、居続けることで引き起こされる、過度の緊張だ。影さす、老後誌、趣旨と撒くのザナイト・オブ・ザ・ニュー・ムーンに、収容所の体験を記している。大島渚監督の映画、戦場のメリークリスマスはこれらのうち最初の2作品に、基づいている。日本の幸福に伴い、 戦争捕虜となっていた部下たちを本国へ送還する。一方で、バンデルポストは、ジャワに残ることを選び、1945年9月15日、連合軍代表のイギリス軍に対するジャワの、日本軍の正式降伏の機会に、カンバーランドのウィリアム・パターソン提督に加わった。当時、2年にわたり、 バンデル・ポストは、インドネシアのナショナリストと、オランダ植民地政府構成員との仲介を手伝った。モハマッド・ハッタやスカルノといったナショナリストのリーダーから、信頼を勝ち得、首相のクレメント・アトリーと連合軍東南アジア、最高司令であるルイス・マウント・バッテン提督とには、この国は、爆発寸前にあると警告している。自身の批判的見解を、直接、 オランダ政府に報告するために、ハーグにも向かった。1946年11月、イギリス軍は撤退し、バタビアのイギリス大使館付部官になる。イギリス帰国後の1947年、インドネシア革命が起こる。これら戦後に起こったジャワでの事件は回想録である、ザ・アドミラル・エスベビーで10回されている。同年、 バンデルポストは現役を退き CBE を受訓された。戦争終結と軍での任務終了をもって、バンデルポストは1947年の終わり、ナタールデイリーニュースで働くため、南アフリカに帰国するが、選挙での国民党の勝利とアパルトヘイトの攻撃から、ロンドンへ戻ることにした。後年、アパルトヘイトへの批判を出版しているが、そこでの洞察の多くは、 心理学への嫌ましに募る関心に裏付けられている。1949年5月、ニアサランドーの住居不能なニリカ高原、ムランジュ高原に、家畜がどれくらい耐えうるかを調べることを、植民地開発公社から任命される。この頃、マージョリーと離婚し、1949年10月13日、インガレット・ギフォードと結婚する。インガレットと結婚する前、 卓伐した農業家にしてビジネスマンの娘である当時17歳のフルール・コーラー・ベーカーと婚約するようになっていた。二人は戦場で出会い完結とは言え熱のこもった恋文をやり取りしていたのでローレンスが関係をご破産にした時は相手の女性は深く傷ついた。インガレットとの新婚旅行でスイスに行き、神父によってカール・グスタフ・ユングに紹介された。 ユングは他の誰よりも新人な影響をローレンスにもたらしたようであり、後になってユングほどの高い知性を持った人間にそれまであったことはなかったと述解している。ローレンスは内容への旅という題を持つニアサランド探検に関する旅行記の執筆を続けていた。この作品は1952年に出版されるや、たちまちのうちに、 アメリカ合衆国や欧州でベストセラーとなった。1950年、ジョンリース教からカラファリ砂漠採用部での牧畜経営の可能性を探ることを目的としたベチュアナランドの探検を指揮するよう要請がある。バンデルポストはそこで初めて3人として知られる狩猟採集で暮らす未開地の人々を目にした。1952年、何度も カラハリへの旅に出る。1953年、第3作となる著作、ザフェイスビサイドザファイアを出版する。本作は、自らの魂と魂の同伴者を求める、内面において失われた芸術家を描いた、半自伝的な小説で、ローレンスの考えや文章に、ユングの影響が、はっきりと現れている。フラミンゴの羽は、 南アフリカを覆うソビエト型支配について、ジョンバカン風の冒険譚の装いをした、反響小説である。よく売れ、アルフレッド・ヒッチコックは映画化を計画したが、南アフリカの出版社からの後ろ盾をなくしたことから、これを諦めた。ペンギンブックスは、ソビエト連邦崩壊までこの、フラミンゴの羽を観光し続けた。1955年、BBC は、 ブッシュマン調査のためカラハリに戻ることを命じた。この旅は、1956年、大変な人気を博した6部からなる、テレビドキュメンタリーになった。1958年には、バンデルポストの最も有名な書籍が、BBC のシリーズと同じ題名で、カラハリの失われた世界として出版され、続いて、ビルヘルム・ブレイクによって表された19世紀の、 ブッシュマン民話をもとにする、狩猟民の心が1961年に発表された。バンデルポストは、南アフリカの原住民として、ブッシュマンを描き、他のすべての人種、国籍に組み込まれず、迫害されているとしている。全員人類の失われた魂、ある種の高貴な野生の神話を体現しているとも、述べている。ブッシュマンの信仰体系を含む、 世界観を保全するために、植民地政府は、1961年、彼らの生活を保障する中央カラハリ動物保護区を設立。この保護区は1966年のボツワナが建国された時に、部分的に法的根拠を持つものとして認められたものとなった。バンデルポストの名声と成功は、今や疑う余地のないものになった。 尊敬すべき TV パーソナリティとなり、カラハリのブッシュマンを世界に紹介し、ブッシュマンの民族と文化の権威として認められるようになった。無勇の人のように、ブッシュマンに向かうよう仕向けられ、日中の光が禁じたものを、暗闇の中で探す夢に従ったのだと述べている。続く15年間にわたって、執筆出版に傾注した。上述した。 自身の戦争体験に基づく著作2冊に加え、ロシアへの旅と名付けられる旅行記と風のような物語、その続編である、はるかに遠い場所のカラハリ砂漠の一角で起こった冒険を描く小説2冊が成果である。最後の2冊は、1970年代のローデシアの国境地帯で生じた暴力事件にそうを得ているが、4人の子供を描いており、 中等学校の特本として人気を博すようになった。1971年には16年にわたるユングとの交友に関する BBC の TV シリーズが他にも制作されたが、これはジョンザ・ストーリー・オブ・アワー・タイムという著作になった。インガレットとローレンスはサフォークのオールド・バラへ引っ越した。ここで二人が参加していった友人仲間の集まりは、 チャールズ王太子の治部を得ることにもつながり1977年にはケニアのサファリに王太子を連れて行っている。この後の人生にあって密接で影響の深い関係を保った。1977年にもイアンプレイヤーを連れて行った。1979年、チェルシーの隣人マーガレット・サッチャーが首相となった際、アフリカ南部に関する問題。 とりわけ1979年から1980年のローデシア建国についてバンデルポストに意見を求めた。1981年、下級勲章師を授かる。1982年、転倒し背中を痛め、テニス、スキーから遠ざかりその時間を船長のオディッセイという辞典に費やした。ここでは、 海への思いや1926年のプローマーとの日本旅行について述べられている。この頃までにはインガレットは老衰状態に陥っており、ローレンスは多くの時間を古くからの友人であるフランシス・バルフと過ごすようになる。1984年、ロンドンで義士になるべくかの地に行った息子のジョンが亡くなり、以来、 最年少の娘であるルチアとその家族と過ごすようになった。高齢になってもなお、バンデルポストは少なからぬ案件に関わっていた。私生活でも公の場でも巧みな話し手にして、創作者であり続けた。一連のインタビューから起こしたものである、A-Walk Wheels、a ホワイトブッシュマンは、自然保護者という風貌をもたらした。1996年。 中央カラハリ動物保護区にあるブッシュマンの住居区からの立ち退きを阻止しようとした。そこはブッシュマンの住居のために設置されていた。しかしこれはブッシュマンの事実上の移動を引き起こした牧場経営の土地を促進することが1950年代のバンデルポストの任務であったことを考えるなら皮肉なことだと言える。同年10月、 終戦時のジャーワでの出来事を描いたザードミラルエスベビーを出版する。90歳の誕生祝いのため、コロラドで5日にわたる祝賀会を催したが、これはバンデルポストの人生の核時期における友人を招いたもので、これが我が人生といった趣のある催しだった。その数日後、1996年12月16日、アフリカンス語で、 大ステラとつぶやいて亡くなった。葬儀は、ロンドンにて12月20日に取り行われ、参列者には、ズールージに指導者のマンゴスツ、ブテレジ、チャールズ王大,大使、サッチャー元英国首相、多くの友人に家族がいた。遺界は、1998年4月4日、フィリポリスの特別記念園に埋葬された。インガレットは、 ローレンスの死の5ヶ月後の1997年5月5日に亡くなった。死後、何人かの著述家が、バンデルポストの経歴に関する、ローレンス自身の言い分が確かなことなのかと疑問視している。例えば、明らかになったことに次のようなことある。1952年、南アフリカからイギリスへの船旅の間。 彼の日後にあった14歳の少女との間に子供を設けた。現代の賢人、グルといった名声は疑問に付され、複数のジャーナリストが、いかにバンデルポストが、その旅行期や10回で事実を時に粉飾しているか、そのいくつもの例を吐き出している。先に指摘したことや他の事実は、JDF ・ジョーンズのストーリーテラー、ザメニー・ライブズ・オブ・ローレンス。 バンデアポストでまとめて取り扱われているが、本書は、嘘はないにしろ、その大部分は定期に満ちた電気である。反論が、オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィーにおける、バンデル・ポストの記事の執筆者であり、友人でもある、クリストファー・ブッカーによって抗議されたが、ジョーンズからの再反論も続いた。バンデル・ポストの自伝的な作品は、しばしば人間の人生の意味や、 パターンに関するユングの考えを冷笑するしさに富んだものだと理解されており、とはいえ、作品の衝撃的なまでの魅力は、ローレンス自身の高潔な人柄が根底にあったがゆえだが、こうした暴露によって、バンデルポストの評判は損なわれてしまった。とはいえ、それでもやはり言い得るのは、戦争捕虜としての年月と、その経験に基づいた。 力強い2冊の作品、それに自然保護者としての働きは批判の余地のないものとしてあるということである。ありがとうございます。